on the Stir 49ers. And just to give you a little heads up, 99% of you are not subscribed to my YouTube channel. It's not that hard. Just go click the subscribe button and subscribe. It helps me out, by the way. Makes me do more content, even though I have so many videos already. It's just, you know, I've looked at the statistics for my channel, and basically, that's what I saw. 99.4% of you are not subscribed to that channel, or to my channel. Hello everyone, the Surf 49ers here, and today is part 6 of my Honkari Star Rail playthrough. We are going to continue on where we left off last Monday, or whenever I recorded this. So let's find out what we're going to do now. まずい。侵入者ここまでだ。こいつ本当に本体じゃないの。どれだけ見た目が似ていても劣化が生み出した偽物だ。倒すぞ。気を逃さず動く。しつこい。 震えろ、我が因縁のもとで。必勝ない。くだらない。月光を剣とす。鬱陶しいわね。喧嘩の爽快。 氷になる。雪崩に飲まれろ。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレインファントム。次。仕事は鬱陶しいわね。極寒の審判。しつこい。 この月下で全てを照らさん。貴様らの敗北は決まっている。引けば見逃そう。貫け。寒波が貴様らを葬る。 You gotta be kidding me, really, game? Right. But I had to change up the team, it looks like. Let's see on how this goes. こいつ本当に本体じゃないの。どれだけ見た目が似ていても劣化が生み出した偽物だ。倒すぞ。気を逃さず。怖くないよ。
すべては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。次。考えても無駄。鬱陶しいわね。氷になる。楽にしてあげる。今日と共に散れ、スターレイファントム。キヨ。You gotta be kidding me, really? I had the wrong endos on. I'd probably change this light cone. Alright, let's try this again. The third time. For the third time. See if this changed anything. どれだけ見た目が似ていても、烈海が生み出した偽物だ。倒すぞ。しつこい。怖くない。お金があるなら見てて。貴様らの敗北は決まっている。次。それ。貫け。雪崩に飲まれろ。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。知りたかった。寒波が来たら葬る。Okay, something needs to happen here. Hold on, guys. Trying to figure this out. This is going to be the third time. Let me go to potions.
this works with this scene. Sorry, I said something else. こいつ本当に本来じゃないの？どれだけ見た目が似ていても烈海が生み出した偽物だ。倒すぞ。礼儀がなってないわ。誰かな。お金がないならまた今度。考え私が怖いの。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。練習しててよかった。お願いだから上がらせ。お願い。やった、上がり。ズモン。うっとうしいわね。次。お金。器用な。私が怖いの。Yeah, that did it. That did it. Oh, yeah. That was actually the first thing I ever did. I'm joking. もう進める道はあれだけ。この先がどこに繋がる。こんなに早くしゅう、つまりブローニャ、そして上層部と下層部の運命がこの先にある。私たちがその命運を握っているのね。変なの、恐怖とか緊張とか。うん、列車は世界から。俺たちは常に、つまりあんた。しんみりするようなことを言おうと思ったけどやめたわ。あんたたちとの冒険ならどんな困難も平気だって思えるのよね。まあ、no problem there, Sully. You're already part of the team. もともと制約なんてものはないんだから。困っている人たちを助けて、信頼できる仲間を作って、ついでに何度か世界を救っちゃう。I think I should heal up real quick. So, yep. Sully was in that party. And look, here's Sully right here. Well, with that, I'm going to actually change that up back to my old party.Which is a team of 5 stars. So, just for a while, it'll be back to where it was. So, Jinglu, Rania, and Walt. I guess that team was actually better. Wait, no. And
Okay, the demon must have the trailblazer in. Makes sense. それはつまり俺たちが正確この寒波の中心に近づいているということだ。これは剣奏者が残した遺跡。規則性のある城内の建物とは全く違うな。カカリアがブローニャを人質にして脅してきたらどうしよう。必ず助け出すに決まってるでしょ。彼女は仮想部の家この世界の希望なんだから。So I have to choose what I need to be in. Okay, let me just do this real quick. And so I can have.The trailblazer in as much. Just go to team setup real quick. Put in Celie. Kingu. See if this works. Sam, 開拓の力だけじゃこの寒さは耐えらんないよ。それはつまり俺たちが正確。これは剣奏者が残した遺跡？規則性のある城内の建物とは全く違う。カカリアがブローニャを人質にして脅してきたらどうしよう。必ず助け出すに決まってる。いややめて。抵抗するなブローニャ。違う、彼らが約束してくれた700年間、なぜ私たちは後。それこそが人間性の奥底に必要。洗脳はそこまでよ魔女。やはり来たか、あの凄まじい不備。甘いわねブローニャ。あんた一つ目、こいつらは性格というものを封印する。二つ目、そういうことだから。分かったかしら。たとえあんたがそこにいる女に洗脳されて私たちの約束をきれいさっぱり忘れてたとしても。ゼーレン、それにみんな。もう良いか。貴様らには十分な時間を与えた。別れの時間をな。貴様をここに連れてきたのにはもう一つ理由がある。そ、私は貴様の選択を見届けたい。私は全ての真実を貴様に告げた。性格との取引も、私たちのかけた願いについても。私たちの間にもう秘密はない。何年も前、初め私の信念は揺るぎ、そしてそれは、私はずっとこれらをどのようにして貴様に伝えるか悩んでいた。約束された明日はいつか必ず訪れ、私は苦痛にさ。貴様らには感謝すべきかもしれないな、よそ者。貴様らという圧力によって私はやっと自分の。ブローニャ、子供の頃から私の意思に従えと強制したことはない。いずれにせよ貴様には常に選択肢がある。選ぶがいい娘よ。カカリア様、私を育ててくださったこと、そして選択の権利を与えてくださったことに感謝しています。でも
ごめんなさい、お母様。今この時はあなたのそばに立つことはできません。人間性の奥底にあるのは愚かさと臆病さであり、絶望的な状況は人間の心の闇を反映している。それはあなたの言う通りかもしれません。でも絶望的な状況の中で生きるために懸命に戦っている人たちをあなたは見ていない。私は彼らの中に光を見た。キンクの地、私たちの祖先は、運命はこの技。私たちは、あなたは人間性を。そうか、それが貴様の選択か。よくわかった、ブローニャ。残念だ、貴様がこの美しい地面が揺れ、まずい。この都市ベロブルグ、そして貴様らは新世界の礎となるがいい。古いものを壊さずして新たなものは作れない。大守護者として起動を命じる。造物エンジン。これは建造者の古代ロボット。みんな気をつけて。We gotta fit some giant robot in. Right. スバローグより1万倍も大きなの。That was a reinforcement. Himeko! Himeko-san! Moshi moshi! Himeko! Yatto uchira no... Nani? Konna omono... Yay, we got some cutscenes going!
Thank you, Sully. Kokonila has gone insane. She's insane. She's insane but hot. Sorry, I'm a guy. Another cutscene. Oh no! Oh no! Oh no, what happened? ここは宇宙。私はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに？前回ここに来た時、ナヌークは私をちらっと見てた。まさか。Half space.商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが。Oh, is this like a memory? シルバーミーン26年。I think this was a memory. 続けろ、ジェパード。私にはわからないのです。犠牲になった兵士たちが本当に死んでしまったのか。ボロボロになった彼らが。烈海の中でさまよっているところをこの目で見ました。あの中での出来事は世の摂理から逸脱している。狂っていると言っても過言ではありません。大守護者様、恐れながら申し上げます。現在の状況が続けば。分かっている、ジェパード。もうよい、下がれ。This is like a memory. Kind of reminds me in Tower Fantasy where I did this same, almost the same exact thing in Tower Fantasy. When you first go to Domain 9, you basically do the same exact thing with your character. And like go on like this weird journey thing. Nope, that is not true. Several ones were drawn, I guess. Let's see.彼女は疲れているようだ。彼女の研究室を差し押さえ、全ての研究員を交流するように。彼らが行っているのは違法な研究だ。どうして、カカリア、いつからそんなに冷たくなったわけ？セーバル・ランドゥ、貴様はかつて私の最も大切な友人だった。しかし予測した新しい世界に彼女の居場所は。We're going through our memories, it looks like. カカリア様、モンス
Yep, this is her memory. We're going through Kokolina's memories right now, it looks like. That's why we're in this space right here. So different from the Tower Fantasy, like, memory thingy. I don't even know what to call that when I was in Tower Fantasy. It's like they're being sacrificed for something. Yeah. She has gone crazy. This woman has gone crazy. I feel bad for Bronya. I really actually do feel bad for Bronya. さらに重要な使命があるその時が来ればおのずとわかる。 Two voices are speaking at once. That must be. I don't know what that is up there. It might be something brand new for us. Who is this? Is this random character just randomly placed here? I don't know who this character is. Or is this the guardian who is talking? Or is this you when you were younger? I don't know. I don't even know what this is. どんなに強い意志を持っていても揺らぐことは避けられない。遅かれ早かれこの日はやってきたのだろう。アイオンの加護は私たちから離れる運命にあったのだ。 This kid is the guardian. Well, then again, appearances can be deceiving, so just this guardian is not in his true form, just like in a Yeah.
見逃そう。グマイ。ダンス、戦闘準備。次、おかた。ホッチ。この月下で、すべてを照らさん。旧世界が崩れる。Holy fuck! That's a huge amount of damage. Yeah, we got a new part of our skill. Well, there she goes. Branya's mom. I think she did that because she wants Branya to live. That's probably my thinking. Owatta wa ne. Okaasama, anata wa yume kara sameru koto wa dekimashita ka? Branya, I think you're absolutely right. She did wake up from that dream. 今回の開拓、本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げたね。あ、
でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部幼児ちゃん。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格はさすが性格が封印されればここから先は彼。みんなありがとう。Okay, Leah, don't be too hard on yourself. What do you want to do now? Or can't think of any funny... it's just two serious things and just a really weird one. I'm going to go with the middle. Beroburg にとって、この勝利はただの始まりに過ぎない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動には、きっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。That was our first ever actual boss fight in the game. That was an actual boss fight. Like it had like four phases in the boss fight. Cover up the truth, I guess. それってつまり、嘘を嘘で塗り固める。でもそんなことをしたら私は。Don't be hard on yourself, Bronya. Bronya. Zere. 私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればもしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。お母様は天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そして大守護者カカリアは自らを今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う。それならまだソンゴの希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの。よくわかんないからパス。And they are talking too much.理解してくれて、多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて、大守護者の責務を受け継ぐ以上私は甘い幻想を捨て去る必要が。ごめんなさいツエレ、あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん、どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼレ、あなたは性格が封印されたことを仮想部のみんなに知らせてくれる。もうすぐ封鎖は終わると、自由に呼吸できるようになると伝えてほしいね。あなたが取り付いて。ちょっとどうしたのブローニャ、どこか具合が。私は大丈夫、早く。でもすごく苦しい。わかった。それじゃ。ねえ、さっき急に。ありがとう。彼女自身今まで性格、まずは。うん、そうだね。 Yep, we got a brand new path. That's Bronya, Celie, Jepard. Wow.
That's pretty cool. I actually like that little design right there, because you see it's the Lee and Bronya in there with Saville and Jappard. Trial of the Part 2. There, she's now a fire weapon person. I don't know what to call it. Using my character. Cool. Thank you. Before I go do anything, I'm going to switch back to my main character. To this team. I think we can go to this place anytime we want, it's just on the Everwinter Hill. Interesting. Well, let's head to Boulder Town. その様子を見るに、いい知らせを持ち帰ってきたんだろう？もちろんだよ。うちらがどれだけ苦労して。やっぱりこの子から話してもらおう。うちは報告とか得意。俺たちも戦いに。二人とも全然顔色を変えないなんて。カカリアも。彼女がベロブルグのために。つまり下層部にまで伝わってきた強烈な揺れはその戦いが原因なんだな。 It looks like Ula is not even talking. He is talking. It's in my mind. こんな時に自分の功績だな。ありがとう。ところでゼーレはどこ。安心して、ゼーレなら大丈夫。カカリアが犠牲になったということは、あのシルバーメインの娘、守護者の地位を引き継ぐんだな。守護者の地位を引き継ぐんだな。彼女は意志が強い。Oh, there you go. 言ったことは必ず実行する娘。うん、そうだ。ブローニャから電話を預かっているの。Like、and then he talked again. もうすぐ封鎖は終わり、自由に呼吸できるよう。自由に呼吸。ミツキちゃん、タンコウ君、それに君も、もう少しだけ力を貸してくれる？I don't know why they cannot say their names. It's not that hard to say. Say Shiono. Thank you. 下層部の知り合いってたくさんいるよね。ねえ、誰から知らせるべきだと思う？
残りの人には私たちから伝えるわ。I found a little Easter egg, guys. このまま順調に行けば、if you actually look on March 7th, like a little belt thing, there's a little that looks like a primo gem from Genshin Impact. I just noticed that. さっきの戦闘の影響を受けてるのかな。Okay. I'll do that eventually. 落盤事故が起きていないといいが。Yeah, we're still doing this. Let's head to the Great Mind. 見て、アントニアだよ。また流浪者たちと一緒にいるみたい。私たちの手元俺たちの物ちょっとあなたたちさっきこだからど朗報つまりもうすぐ真珠夢じゃん全てありがとうナターシャにGot a new message. The Astro Express family. Oh, that's funny.性格とやっぱり檻を見てブローリLooks like Natasha needs to talk to us. あんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。君の旅が。お疲れ様。あとはふそういえ大丈夫じゃん。予想どうやってにあどうしてとおそらくよそ者。Now we gotta follow this robot thing.Okay. Oh, to Clara. We're going to Clara. That would be cool if we get Clara for free. Clara. Oh, 変数の皆さん。殴られたいの？さっき大きな揺れを感じました。上から伝わってきたんだと思います。スバローグが計算再開。結論、造物エンジン可能性97。造物エンジンはもういいよ。どうせこれでスバローグは。ありがとう美月お姉さん。ありがとう皆さん。でも今ならいいよね。皆さん他の星から来た旅人なんですよね。クラーラも皆さんみたいにいつか遠くへ旅に出てお友達をたくさん作りたいと思っているんです。ああ、that's cute。
計算結果更新。任務ナンバー0001、仮想部の孫悟完了。任務終了。A message. Okay. I like how this is like a group chat right here. I love this group, little like group chat between me, Varonia, March 7th, and Dan Hong. Pretty cool that it even updated my picture as well. It's no longer that old picture. Unless if I, you know, switch it back to it. Now back to Boulder Town. And we'll go ahead straight here. あんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。お、oh, back to Natasha。間に合ったのね。いやいや。私でも一度でも。よかったら回。Gotta talk to the little guy。Oh, that's cool. Oh, they're going up to the actual, like, when you first arrived to this place. We made those people happy. That's good. That's good. Ah, Jeopardy! じゃん。うちらの出迎えに来てくれたのかな。公務に出られるということは、それほど重症ではなかったよ。開拓者。開拓者。ピンクでのことに理解してくれ。もうすぐ。え？あまり頑張っ。スピーチはどこふい。I think the entire area has now been truly unlocked here. So let's run around for a bit. Ooh, investigate. What is this? Tick tock, tick tock. Oh, it's a clock. Or a bomb. Because sometimes bombs go tick tock, tick tock. If you guys didn't know, I just got a trophy. But I just got a trophy. What's over here? Well, it looks like we unlocked the entire map for Devolve. Sooner or later, we're gonna have to head back onto the Astral Express. Oh, there's the other chest. On the other chest. It's cool. I had to unlock the thingy.
Yeah, see, this right here used to be like blocked off. Now we're not blocked off anymore. Now we can just run around this entire area now. There's a lot of cheering going on. Are we just like viewing everywhere now? Silver Main! Mamonaku! Ah, that's cool. It's Brania? Ah, that's cute. I like Brania. Brania's the new queen, I guess. Of course. 許しを請う。それでも次に多くの市民は彼らの彼らのおかげで、私は大地を損護するだけでなく、空も見上げるべきだと気づくことができました。私は信じています。私や皆さんの努力によって、この世界は開拓者にヤリルシックスと呼ばれている、この世界は必ず生まれ変わると。どうかその日が来るまで、ベロブルグ第19。ブローニャ様にエールを送れ。ベロブルグは永遠に死ね。They really like Bronya now. ブローニャ、戻ったよ。ミツキ、タンコ、それにあなたも。スピーチにごめんなさい。日程に無理があるのは分かっていたんだけど、市民を待たせるわけにはいかなくて。お母様は性格の声を私の頭の中に埋め込もうとしていたの。あの感覚はまるで拷問だった。みんながブローニャのスピーチ、あれは聞こえがいい言葉でみんなを騙しただけ。ミツキ、あなたがこんな経験をしないように祈ってる。私は常に誠実。つまり劣界はあまりにも深く根ざしていて、今性格いいが、謝らないで。ああ、ブラニャーの世界を最悪にするために、I love that Brania just like opened her eyes. So she first met her, she opened her eyes to know the truth, and now she's like one of our good, best allies. Famously. なら私もリーダーとしてそれにふさわしい約束をしないと。開拓者が再びここを訪れる日まで、私たちは全力を尽くすと誓う。さらに七木さようなら、友人たち。星空があなたたちの旅をソング。ねえ、おめでとう。確かに 2.5 点。なんで俺とお前で。なんだ、なになに、ほら。Thank you.
このことを。Hey, there's some more writing on this desk. Cool. Wow, that's a lot of pile of paperwork. Well, Bronya, you have a lot of stuff to go over. Jeez. The whole area is now unlocked, guys. You fully unlocked this area. Bronya, another 700 years will wait. You said it, right?次はどこに行こう。そうだ、戻ってきてからセーバルに会ってないよね。カラクリ工房に行ってみようよ。誰？ノックもせずに。ああ、また会います。クララってば。写真？写真？おいでクララ。ああ、だいぶ Japanese man. Not Japanese, it's just that I say that a lot now. I do actually say that a lot.おお、いいじゃん。私のライブに来るカメラマンにもあんたの反大丈夫だよ。今のはこの写真は2、うん、時間があれば。次は列車に。やだ、ほらほら。それにNow, I think we need to go to take a rest. We're going to take a rest. A guy yells in my ear. Going to sleep inside a hotel. As Silly. Or I can sleep as Bronya. I don't care who I sleep as.Are basically Jingo. So there's Jingo. And then it switched back to. Okay. So, ですよ。あの時は本当に危なかったんですから。この散歩が起点を聞かせたから良かったものの。僕が主役を務める必要はない。そうでしょ。僕たちは仮面をつけたピエロに徹していればいいのです。請求列車の方々は僕が想像していたより興味深い存在でした。あなたも気に入っている？本当ですか？それは傑作ですね。いえいえ、まだここを離れるつもりはありません。え、イプシロン、あんな贅沢三昧な場所のどこがいいのですか？人間性を尊ぶ快楽を体現することこそ。はい、今日はここまでにしましょう。僕の代わりにパブの皆さんによろしくお伝えください。それから散歩の次の舞台を楽しみに。の人、この物語をあなたに捧げ、もしそうでないのなら。ああ。Okay. He wants to make a good curtain call to. ナノとタンコを探そう。ヒメコさん、うん、ただ。Oh, now we got a special good farewell to people now. Okay. Then we were kind of already took pictures of people to kind of like bid farewell. I guess this is how the game wants us to do it, so, well, we're going to do that.
and I'm not trying to make a strategy of it. It's just how I am. Probably everybody... Okay. Hopefully everybody is standing in one spot and one spot only.優先度？どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う。ただ現時点で調達できる資源は限られているから、長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画。あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。わかった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないで、ゼーレ。ブローニャ、あなたには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのよね。Well, sorry, Brania, silly. I'm already taking you with me. でも必ず乗り越えてみせる。You're coming with me, if you like it or not. I'm already taking you with me since you're both part of the team. 私喧嘩は得意なのよね。The real versions of those characters can stay on that planet while we are back on the Astro Express.私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど、結果を見れば。I'll be alright. My performance. Can I ask skip the next mission and go get some rest? I want to sleep. 休んだりしたら刺激的な大冒険の機会を逃しちゃうわよ。まずは列車でゆっくりや。パムは正常に戻り始めた。つまり、できるだけは。これが七死人の運命。Yeah, if you actually look, guys, look very carefully at Marston's belt. Hold on. 思いがけない驚き。みつきちゃんは七死人としての生き方が決めてるね。There's actually a primo, or that's a star gem jewel from Honkai Star Rail or Genshin Impact. If you actually look at the back of March 7th, that's an actual primal, what a primal gem looks like.So they kind of did like a little bit of an Easter egg. Everyone, I'm going to go back to my room. Danhong really likes to be a solitary guy. Just like me. I'm very quiet. So, you weren't here while you were gone. Hello! I was waiting for so long for the train. The train is in the universe. You are with us. That's right. And super speed. As a result.仲間ならだ。それなら私の分もちろんいいわよ。それに関して正直報告による彼女の宇宙に潜む性格を大守護者列車にできるでもどういたしまして。初めての喜びやどうやら俺に聞き、おそらく以前メッセージ、しかし希望を見た。そうか、今でもこれこそが君たちの姫子は俺と君との会話は得る。Hey, we're going to talk to Pom Pom now. 車掌さん、タッシー、ちょっと空間パラメ、正規の運行環境がスキー地に。おお、二人とも、お前たちの列車の車体も気にするの。次も忘れた。次の目ワクワクしな。ああ、ほれ、ありがとう車掌。今すぐ空間の異常安全のため。Basically, I'm just unlocking like side quest stuff so I can do on my own later on. Let's quickly go to my travel log, see what else is unlocked.
We are leaving to a new place now. この後、かの者をちゃんと見張っておく。は。私を覚えているか。ああ。人は五人、代価は三つ。ケイメン、その中の一つは貴様じゃない。人は五人、代価は三つ。その中の一つは貴様だ。少し待て。ほら、うちら列車に乗ってる。車掌さんからの、うちらは先に行こう。潔く負けを認めてね。今週の洗い物はあんたの担当だから。We gotta wash coffee cups? What?Come on, I can't use these other doors. That's so weird. おはよう。あら、ヤリ色6、秘密よ。もう少し待ってちょうだい。広い宇宙。この景色を記録。スマホで診療所の子供各員跳躍航路会議を始めるぞ。まずはうちらのおかげだね。続いて次のお久しぶりね、請求列車の皆さん。私よ、カフカ。カフカ、あら、いいタイミング。皆さん勢ぞろいだなんて。魅力的な自己紹介は不要よ、性格ハンターさん。姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。目的地を変更してちょうだい。性格ハンター、あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね、天文学的な数字の懸賞金だった。それあまり興味はないわ。指名手配犯ってポジティブだったら、ヘルタもあんたを称賛していたわ。運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタはめったに人を褒めないのよ。宇宙で最も危険な、来る場所を間違えたわ。ラフを知っているかしら。先週同盟の6層のうちでも君たちは知らないでしょう。そのせい、それにシステム軸不良の災難でね。そう、性格ハンター、言いたいことがあるのなら簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、先週は席、私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなの誰が信じるの？性格が暴発してすぐにあんたが現れた。偶然にしては出来すぎでしょう。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには関係ないもんね。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。ど
亡命ってすごいんだから。性格の一個ぐらい処理。確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ条約を開始し次の世界へ行くことだって。私たちの未来がどうなるか教えることができるわ。もし君たちが Sorry, I had to say something, guys, and I just 性格はやがて選手全体を汚染し乗っている人の約半数が死ぬことになる。勇敢な開拓あんたの仲間。Yeah, people like to stand there and talk. 座標はここに。全く異なる目的。That's what they were doing last week. And now she's not talking. Are you okay? みつきちゃん、タンコを呼んできてちょうだい。So basically, she said, "March, go get her," but she's definitely saying, "Me, go get her." Okay. That's also doing that. なるほど。ガンのようなあなたたちと一緒。でもなんとカンパニーのまた。あんたも来たんだ。もうタンコは部屋から出てきたよ。さっき起こったことをちょうど説明してたんだ。後で一緒に反対し。大丈夫？タンコ、美月さんから話は聞いたかしら？問題ない。よかったわ。性格ハンターによっても、そこで選手に向かうかどうかを3、2。4対1。賛成の方が多いわね。選手に向かうことにしましょう。落ち着いて考えたんだけどさ、もしあの人が嘘を言ってなかったら、うちらが泉州に行かないと何の罪もない人が犠牲になるってことじゃん。だからわがままは言ってられないかなって。その辺にしておいてやれ。どうする？ああ、今回はじゃあ、今ああ、任せてくれ。目標、先週へ出発。We are now going to a new destination finally. That logo. I know that logo. That's the same logo in Terra Fantasy. That's a huge logo is Terra Fantasy. If you go to, if you ever play, guys play Terra Fantasy, you will see that same exact logo in Domain 9 or in Minora right now. So if you guys play Terra Fantasy, you see that same exact logo that your character in this game actually looks at.それが先週同盟だ。 When you first come here, that's... 数えるほどしか見たことないが。炭鉱。こちら請求列車。繰り返す。ようこ。ラフクッポ。せ、はい、接続をするまでお待ちください。お待ちください。どうしたの？どうしたんだ。信号が繰り返されているだけで停泊場所。性格ハンター誰もいない港に到着した一隻の宇宙船。ホラー映画って大体こうやって始まるよね。変なことを考えるな。お待ちください。お待ちください。まだ自動信号な。そうよ。4回今開けてきます。泉州同盟ラフ
意表して遠方からのお客様を歓迎します。指示に従って。あれ、ちゃん、いえ、信号が途絶えたわ。向こうは何も言わなかったわ。そろそろ行こう。大丈夫よ。それに炭鉱もいるわ。別に怠けているわけ。出発前の準備を忘れずに。先週に行ったら、宇宙は炭鉱も不思議な。やっぱりラフに行ってやる。お前と美月、俺はお前たち本当に売れ。This huge logo, guys, is actually the same logo used in Tower of Fantasy. This giant logo that you see, this Chinese logo, I know it's a Chinese logo because it's also the same logo is in Tower of Fantasy. So, if you guys are curious on what this logo is, play Tower of Fantasy or play Genshin Impact, because I'm pretty sure those two games actually were still the same exact giant logo emblem thingy.Oh, let's... 出発する前に、今回の性格ハンターの言うことは。そうだ、性格ハンターには同盟と列車には交流があるわけじゃない。I'm just clicking things. ゆえに俺たちが歓迎されるとは限らないだろう。だが、このことを心に留め。えい、えい、おー。ああ、出発だ。えい。We got a new background. すごい、コンテナだらけで遠くが見えないね。ここって外から来た人が着陸する場所じゃな。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。I love teasing March 7th. 玉海門を開けてくれた人を探すことから始めよう。もしその人に何か企みがあるのか。That's very Tower of Fantasy-like thing, because we go to the Jade Ruins. もしただの担当者だった場合は、near Jade Temple. ここで何が起こったのかを聞こう。Yeah, Tower of Fantasy-like. Not saying that this is very Tower of Fantasy, but some things in this game will actually remind you of it.警戒を怠るなよ。マリスチャック傷が深いなのか。任せ。道中に生存者。俺に。Something attacked something. よっ。
ちこちに怪我、周囲に残された痕跡からして一般人は殺されていないようだ。泉州は脅威と戦うための兵士だけを残して他の人を空港から避難させたようだ。だがこの侵食を受けたモンスターたちは一体。Sorry guys, there was something else that I needed to do, but I was able to still play. Oh, that's new. 見たことのない生物だ。守るべきもののために打ち崩せ。生と死、君らに選ぶ余地はない。いい、イエス。全てを照らさん。月光を剣とす。勝負事など。天雲様、お下がりください。彼はすでに魔音の実に落ちています。もはや我々の戦友ではありません。すみません、お三方、ご助力ください。ありがとうございます。英雄リザーとなったらね。ですね。それってうちらが言うセリフじゃない。普通自分で美女って言う。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スタールインファントム。鬱陶しいわね。はあ、はあ、あの世に送ってやる。次、避け、はっ、くだらん。帝雲様、魔音の実はすでに消えました。しかし状況は楽観できないかと。早くて。はいはい、分かっていますよ。でも恩人方にまだ感謝を伝えておりません。立ち去るのは失礼。私はラフ天白氏の商談の帝雲です。皆様の尊名を聞いてもよろしいでしょうか。尊名ってさすがに大げさでしょう。うちは美月なのか、この人は妖おじちゃんじゃなくてベルト妖さん、それからこっちも。なるほど、お助けいただきありがとうございました。でも聖査会は全面封鎖。納得できる説明がない場合、こちらの怖い運。俺たちはずっとこちらの空。ありえません。俺は嘘は言っていない。門を開けた人が。皆様は請求列車の。俺たちを知っているのか。もちろん知っています。ああ皆様は訪れる時期を誤りましたね。
今泉州では予想外のことが起き、お客様をもてなすことができません。それどころか観光も治療もビジネスも何もできない状況です。安全を考慮して皆様は早急に政策会の中枢に避難した方がいいです。泉州で起きたことにですが心配なさらないでください。さっきのモンスターたちは？彼らはモンスターじゃない。モンスターではありません。あれは魔音の実です。Sorry, I said something again. Yeah, sorry guys, I had to say something, and what is this? Something. Guys, we got to meet Tingyu in this, and you already seen me play with Tingyu in the game. Sorry guys, I said something again.聖と死、君らに選ぶ余地はない。いい、いや、はっ、蝶と共に散れ、スタールインファントム。いい、いや、トン。 I guess these things right here, what we face, like the resurrect. Oh, that's him. 月光をするみとす。Yep, there is a rep. Shiri Zoke. Ha! Next! This is not. Ware ni chikara wo!君らに選ぶ余地はない。いい、やっ、トン。すべてを照らさん。月光をするにとす。退け。I know where that's gonna go. Go to.
You gotta heal up. Ult now. I don't know what this is. We'll find out what that is later on. Or off screen. I'll probably find that out off screen. おそらく中東ご冗談皆様の私の皆様がそうやはりこの世ここさえ抜ければそういえばあんたいろいろ言ってるわりすべてを照らさんえっやっ蝶と共に散れスタールインファントムほっ月光をするみとすThat was super quick. 勝負事など気にする必要なし。先ほど言っていた性格ですが君は泉州の天白市に所属している性格の脅威については知っているはずだあはい私はいろんな星に行っているので性格の侵食による惨状も数多く見てきましたする必要なし。Sorry about that, there was something I needed to do, so... Well, we're in a new area, guys, and we're facing new enemies, too. Subete o terasan! Gekko o tsurugi tosu! Tsugi! Kenka no soukai no tomo ni chire!More lore. I don't know if you consider that lore, but it's lore. Yep. Munashi mono ni sugiru.
A enemies that regenerate. Oh, okay. So every time this yellow guy shows up, I guess that yellow guy, you face them in the HERTA space station. I guess they regenerate health. Okay, that's new to me. Or that cube thing. せいぜい君らに選ぶ余地はない。蝶と共に散れ、スターレイファントム。月光をつるみとす。Guys, thank you for watching. I'll be back here on Wednesday for more Honkai Star Rail. But in the meantime, I will basically also do the other missions, like the side missions, off screen, so I can just have everything done and ready, so I can move on and do more stuff in Honkai Star Rail. I am the Stir 49ers, and I'll see you guys Starside later.